飲酒の自粛期間中にまたも逮捕者が出たということで、会見場では厳しい表情で消防庁などが応じています。度重なる不祥事を発生させてしまい、市民の皆様また関係者の皆様に対し深くご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは29歳の消防士の男でした。柳川市消防本部に勤める高田裕太容疑者は、今日午前5時ごろ、柳川市三橋町今古賀の国道208号で酒気を帯びた状態で車を運転した疑いが持たれています。逮捕のきっかけになったのが高田容疑者の仕草でした。こちらの西鉄柳川駅前の交差点を右折しようとしたパトカーが、こちらの手前に停車している高田容疑者を発見、警察から目をそらしたのを不審に思い追跡、その後の呼気検査で飲酒運転が発覚したということです。警察の調べに対し高田容疑者は、福岡市内の居酒屋で350ミリリットルのビールを1缶と500ミリリットルのハイボールをジョッキで6杯飲んだと供述。その後電車で西鉄柳川駅に戻り、駐車場に停めていた車の中で6時間ほど寝たので大丈夫だと思い運転したと容疑を否認しています。禁止期間なのになんか飲酒されてるし、それと同時に飲酒運転もされてて、それはちょっといけないなって思います。印象が悪いですね、公務員としての。やめてほしいです。自分も消防団に入ってるんで余計思いますね。柳川市消防本部をめぐっては、先月18日にも別の消防士の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されています。消防本部は1ヶ月間をめどに全職員で飲酒を自粛すると発表していました。消防本部内にこの2度の逮捕者が出たということについてですね、どんな雰囲気があったのか、気の緩みがあったんじゃないかというところも含めて、どういうふうにそのあたり感じていますでしょうか。私は緩みというのはあまり感じなかったんです。実は職員も分かってくれているだろうと。結果的にはやはり緩みがあったと言われてもいいです。それはもう申し開きのしようがないというふうに考えています。柳川市消防本部は再発防止策として全職員の飲酒の自粛をさらに1ヶ月延長するほか、出勤前のアルコールチェックの推奨、講演会などを通じた外部指導を徹底するとしています。絶対にですね、これで十分だということが言えるかと言いますとですね、言えないかもしれない。で、言い続けないとやっぱり人間ですので、緩む現時点でやれることを、こういったことをまずやろうと